2000年代前半、全般的に荒廃していたトルクメニスタンの交通に関し大規模なインフラ整備が行われ、旅客ルートの延長も行われた。主要新道路と鉄道計画は2006年に実行に移された。ソビエト連邦時代の交通に関しては、ソビエト連邦の交通を参照のこと。トルクメニスタン鉄道2005年時点において、 トルクメニスタンには 2440km の鉄道線路があり、これらのほとんどが北部と南部の国境付近に存在している。テジェンセラフスマシュハド鉄道は1996年にトルクメニスタンとイランにより共同建設された鉄道であり、中央アジア、ロシア、ヨーロッパと南アジアや湾岸諸国を鉄道で結ぶ極めて重要な役割を果たしている。 2006年2月、トランスガラグム鉄道建設の最終段階が開始され、アシガバートとダショグズ間を直接結ぶようになったことで、南部と北部の国境までの所要時間は半分にまで短縮された。都市部の交通網は、アシガバート、ダショグズ、丸において改修が行われている。トルクメンバシ駅トゥルクメナバートのバス停2001年時点において、トルクメニスタンには、 約2万2 0 0 0トルの道路があり、その内約1万8 0 0 0トルは、舗装道路である。一つ目の主要道路は、国内西部の丸からイランとの国境に沿って移動した、あとアシガバートを通過して、カスピ海沿岸のトルクメンバー島で結んでいる。二つ目の主要道路は、北西部のアフガニスタンとの国境からトゥルクメナバートを通り、ウズベキスタンとの国境に沿って、 ダショグズまで伸びている。2000年代前半、主要道路建設計画が立案され、アシガバートとトルクメンバシア丸を結ぶ高速道路区間は改修工事が行われた。トルクメニスタンは世界でも有数の天然ガスの値段の低い国であり、0.19US ドル L で販売されている。国内の主な水路はアムダリア側であり、国内の北側の国境を通過している。 ガラグム運河はアフガニスタンとの国境付近からマルトアシガバートを通過してカスピ海沿岸のトルクメンバー島で東西に伸びている 1400km の長さを持つこの運河は主に考え用に建設されたものでカスピ海沿岸の終点から 450km の地点までは船舶による航行が可能である考えの用途により水量が減少しているため アムダリア側はアフガニスタンとの国境からトゥルクメナバートまでの下りの 250km の区間のみ航行可能である。原油 250km、天然ガス 4400km カスピ海を航行するタグボートカスピ海に面するトルクメンバ志向は現在、改修工事を行っている。カスピ海を横断して、ロシアのアストラハミやアザルバイジャンの爆油へと向かう、船便が運用されている。 カスピ海沿岸の小規模な港としては、アラジャ、チェケレン、エカレムがある。エカレムに関しては、第二のカスピ海沿岸主要港へと拡張計画が立案されている。2006年時点において、トルクメニスタンには、排水量1000トン以上の商用船舶が8つある。このうち4つは、貨物用船舶、2つは、オイルタンカー、1つは、冷蔵貨物用船舶。 一つが、鉱石、石油用船舶となっている。アシガバート空港2006年時点において、トルクメニスタンには29の空港があり、そのうち22は、舗装滑走路を有し、アシガバート空港は3000メートル以上の滑走路を有する。また、国内には一つのヘリポートがある。1990年代半ばには、アシガバート空港が拡張、現代化された。 小規模な国際空港はダショグズとトゥルクメナバートにある。トルクメニスタンのフラッグキャリアであるトルクメニスタン航空は運用実績は低いものの大規模な事故は報告されていない。国際便では中国、ドイツ、インド、カザフスタン、ロシア、タイ、トルコ、アラブ首長国連邦、イギリス、ウズベキスタンへの定期便が運用されている。 合計222438から3047メートル1百5 2 4から2437メートル8914から1523メートル1合計42914から1523メートル7914メートル以下35ワールズチーピストガストップ10カントリーズザ・クリスチャン・サイエンス・モニター2013年4月11日 閲覧。この記事には、アメリカ合衆国政府の著作物である、CIA ワールドファクトブックの次のウェブサイト https://www.cia.gov スラッシュライブラリースラッシュパブリケーションズスラッシュ th-e-w-o-r-l-d-f-a-c-t-b-o-k o スラッシュインデックス html 本文を含む。ありがとうございます。